今回紹介するのは、タッキーママのハッピー朝楽弁当という本です。別にタッキーママさんのファンではないし、前作にはかなり辛口の評価をつけましたが、この本は素晴らしいです。まず、主役級のおかずのレパートリーがものすごく多いこと。これで780円はとてもお買い得です。いわゆるおばあちゃん系のおかずはカイで。 どちらかというと若者が好みそうな肉今風な味付けが中心です中高生のお子さんがいるご家庭におすすめです朝楽を背負っているお弁当の本はたくさんありますが前日に面倒な仕込みが必要だったりするものが多い中この本は本当に楽で感動ものです 本書のほとんどのレシピが3ステップ以内でできるシンプルさです。それでいて、ちゃんとおいしいのです。本の構成も、電子レンジの部、作り置きの部、冷凍の部、副菜の部ととても利用しやすく、よく考えられていると思いました。副菜の部は、よく使われる材料別に数品ずつ載っていて、 大変便利です。現在市販されているお弁当の本の中でビジュアルと味を両立させている本はなかなかないように思いますミートボールやハンバーグのソースのレパートリーも何種類か掲載されているのでいろいろと応用できそうですお弁当のおかずがマンネリ化している人にぜひおすすめしたい一冊です。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。